私はアラ、文化祭では主役以外やらない女の子。この子は梅ちゃん、おっとりしすぎて修学旅行の1週間後に帰ってきた女の子。この子はミッカ、運動会では保護者への予約席ビジネスで一山当てた女の子。スニーカーを買いに来たつもりがデスゲームに参加することになってしもた。主催者が先に脱落する超展開もあったけど、なんやかんやで仕切り直すことに。これはおもろなってきたで。なんかいろいろすいませんでした。切り替えていこうや。失敗なんか誰でもあることや。ピーステーカーさんならきっと最高のデスゲーム作れるよ。皆さん、いや、参加者に励まされるデスゲーム運営見たことないんよ。私もう一度頑張ってみます。よう言うた。うちらもデスゲーマーシップにのっとって正々堂々と戦うで。負けへんよ。いや、デスゲームを運動会乗りで楽しまんといてくれる。それじゃあ行こうか。一つ目の種目はデスゴッドだ。デスここ3人のうち1人がデス鬼となり、制限時間内に最後までデス鬼だった者の負けだ。負けるとどうなるんだ。いい質問だな。敗者には我が組織で永遠に労働をしてもらうか、してもらうか、死んでもらうかの2択だ。そんな、いや、あんたの乗っかり力すごいな。さっきまであいつとオフの会話楽しんどったのに。シー、頑張ってる人を茶化すもんじゃないで。怒られたけど、確かに私が悪い気がする。くっ、いや、今んとこ順調にいってるよ、ちゃうねん。最初の鬼は、あら、お前だ。俺。仲間を救えば自分が死ぬ。お前たち仲良し魔法少女にはうってつけのゲームだろ。汚ねえ野郎だ。だがな、このゲームには必勝法があるんだよ。何？そんなわけ。まあ、今にわかるさ。ほざけ！制限時間は1分。デスボッコ、スタートだ。え、始まってるよな。アラちゃん、鬼やで。わかってる。タッチせな、死角になるんやで。残り30秒。ああ、問題ない。ああ、まさか、制限時間直前で、私らにタッチする気か。アラちゃん、そんな。いや、違うな。違うとなると、そうか。3人同時にタッチすれば、全員がデス鬼になるから、一人負けすることがないんや。痛いところを突かれたことを、わかりやすく教えてくれる主催者で助かった。アラちゃんがそんなこと考えてたやなんて、すごいよ、アラちゃん。いや、それも違うな。何？じゃあ一体。教えてやるよ、デスゲームはな。主人公っぽい奴は、負けないんだよ。ゲームマスターをバカにする奴は見せしめとしてやられ、可愛い天然キャラも中盤で脱落、関西弁キャラは後半まで生き残るが、最後は仲間をかばってやはり死ぬ。主人公っぽいキャラでいる以上、俺が負けることはないんだよ。いや、デスゲームのあるあるで勝とうとすんのやめてくれる。安心しろ、冷静なキャラは1ゲーム目では消えろ。アラちゃん大丈夫や、梅。最初に脱落する重要キャラは後半で復活するもんや。確かに。